今回は腹筋が苦手な方や簡単に腹筋を鍛えたい方におすすめなフロッグシットアップを紹介していきます。たったの25秒です。お腹気になる方や姿勢が悪い方、あまり腹筋に効かないよって方は一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、簡単なのにしっかりお腹に効くフロッグシットアップを紹介していきます。通常腹筋というと上半身を動かしたり下半身を上下に動かしたりするんですけども、実はお尻を持ち上げた状態で上半身を動かすと少しの可動域なのにしっかり腹筋に効かすことができるんです。今回はレベルに応じて初級、中級、上級と3種目紹介していきます。各25秒ずつです。動画を見ながら一緒に真似してみてください。腹筋になかなか効きにくいよって方も、腹筋運動を行っていくうちに腹筋がついてくればお腹に効かす意識というのができていきます。今回はその意識をあまりしなくてもお腹に効きやすいので、3種目全部やってもいいですし、これやってみようかなっていう1種目だけでもいいです。頑張ってみましょう。それでは紹介します。まず腹筋に効かせるポイントとしては、お腹をへこませて腰をしっかり床につける、その状態から動くっていうことがお腹に効きやすいんですけども、腰の隙間がどうしても埋めれない、骨盤を立てれないとお腹に力が入りにくいので、そこで今回は足を閉じてお尻を締める、お尻を締めるので少しお尻が上がると思います。この状態で腰がもう床についてます。そこでさらにちょっと膝を開くことによってお尻がさらに締まると思います。この状態でお尻を上げたまま、膝を少し開いたまま、スマホ持ったままで上半身をクックックと動かしていきます。腰を支点に体を動かします。今お尻を持ち上げているので下腹の腹筋が締まっていると思います。その状態から上半身を動かすので少しの可動域で腹筋をしっかり使うことができます。これを25秒間一緒に動いてください。こういう感じで力を入れる、力を抜くっていうことを繰り返してください。頭疲れるよって方は持っててもいいです。それではいきます。お尻を締めて膝をちょっと開いて、お尻締めたまま上体を起こして動きます。スタート。こういう感じで力を入れる、抜く、お尻をしっかり上げたままです。動く幅はこんぐらいでいいです。無理にこうやって起きなくてもいいです。頭軽い方は持ってても OK。 はい、 OK です。中級は上体を動かさずに今の下半身を作って起きたままキープです。スマホ持ったままです。できれば息を長く吐いてください。それではいきます。スタート。お尻をしっかり締めて、お腹を縮めたままでキープです。頑張って、お腹はどんどん締めていくイメージ。しっかりお尻を締めて、あと少し。 OK。 ふぅ、あったまってきましたね。ラストは足を浮かせたまま膝パカッと開いて、この状態でキープ。足はブラーンと力抜いておきます。ちょっと25秒長いですが最後頑張りましょう。それではいきます。スタート。息長く吐いて、お腹どんどん引っ張らせて、お疲れ様でした。今3種目全部やった方優秀です。腹筋が弱い場合、先に首が疲れてしまったり腰が痛くなったりすることもあるんですけども、今回の初級編とかを少しずつね、2日に1回とか3日に1回とかやってもらうだけで首も強くなって
腰を丸めることで腰も柔らかくなるので腰が痛くなりにくくなったりします。そして腹筋を使うことでお腹を締める力がだんだん上がってくるので少ない回数や短い時間で腹筋に効かすことがだんだんとできてきます。やはり腹筋が弱いと姿勢が崩れる原因にもなるのでお腹気になるよ姿勢気になるよって方は簡単で腹筋に効くメニューもやってみてください。頑張ってやってみた方初級1番中級2番上級3番レベルをよかったらコメントで教えてください。グッドボタンもお忘れなく。今回もご視聴ありがとうございました。